浦島音楽学院0年0組。今から自己紹介をしてもらおうと思います。アリゾの漢字21歳リーダーです。ずっと中学生頃からアーティストになりたいと思ってて、高校卒業して2019年に出てきてたんですけど、スクール通ってレッスン受けたりしてもことごとく落ちていて、もうやめようと思って最後に受けたのがこのオーディションです。あ、そうです。なんか鹿児島出身なんですけど、頑張ってんのが恥ずかしくてやめました。今なんか日雇いの派遣のバイトなんですけど、スニーカーの検品をしてます。楽しくはないです。はい、家は借りながら友達と別のところに住んでいて、今回のオーディションを受ける際に友達に受けてる期間住んでいいけって聞いて、そしたらいいよって言ってくれたので。ご飯とかどうしてます？炊いて食べていいよって言われるんですけど、申し訳ないので松屋で食べてます。無料なので大盛りとかおかわりは。泣いて笑って怒った日々、振られて励まし合った夜。有園さんはね、絶対面白い、絶対に面白いし、みんな有園さんを好きになる。地獄へようこそ。嫌な思いするっていうのはもう分かってるのよ。0年0組。